はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズ浄化3のパート111を始めたいと思います。今回はですね、前からやってたこのね 100% になったのでモンスター紹介自然系いこうと思います。ここですね、自然系。まずお化けキノコからなんですけど、これヒットポイントと守備力が高いですね。の大きい槌とエビルアングラー、こんな感じでね、全部紹介していければいいかなと思います。配合とね、どこにいるとかね、どうやって捕まえるとかね、そういう感じでやろうと思います。はい、マタンゴがヒートギズモとダークプラネットですね。でマージマタンゴがバトルレックスとメラリザードでできます。これはね、確かね、いましたよ、どっかにですね。陥落の霊道にいますね。でサボテンボール、ダンスニードル、サボテンゴールドなんですけど、ダンスニードルはね、黒金の監獄島にいますね。でサボテンボールなんですけど、これもね、ニードルマンとメタッピー、メランザーナとダックスビルでダンスニードル、そしてサボテンゴールドがダンスニードルとスライムゴールドですね。でこのスライムゴールドがね、やっぱり結構使うみたいなので、メタルスライムとゴールドマンでできます。これはスライム紹介の時にスライムゴールドの作り方を紹介してますので、そちら参考にしていただけるといいかと思います。そしてオニオン、これは最初のステージにいますね。ステージっていうかね、最初のね、静寂の草原にいます。で玉ねぎマンがオニオンとスマイルリザード、で地獄の玉ねぎがヌース様とデザートタンク。これ自分よく使ってるんですけど、どうやって作るんですかって言われるので、結構ね聞かれるのでね、そうした時ヌース様とデザートタンクなどでできますと。これ以外でもおそらくね、できるのが結構あると思います。で人食い草、これが崩落都市に住みますね。最初会った時はすごい強いですけど、後で行ったらね、そうでもないっていうね。ランク E なのでね、玉ねぎマンとインキューバスでできます。でマンドレイクがエンゼルスライムとキングリザードなどでできるみたいですね。でデビルプラントが地獄の玉ねぎとはぐれメタル。ここまで来るとね、賢さとかがね1250とか高いんですけど、これもね、賢さが1450なので、呪文系が強いかなって感じはするんですけどね。1400以上になればね、結構ね、戦力になると思うのでね。で、どんぐりベビー。これね、最後のあがきっていうのがあるんですけど、特性のね、上から3番目。これがね、自分前動画出した時に、相手でね、最後のあがきパーティーっていうのが出てきて、最大ヒットポイント以上のダメージ。例えば100、体力があったとしたら1000クラッシャーね、こう900が返ってくるみたいなね、そんなような説明はされてるんですけどね、これどうなんですかね、最後のあがき。身代わって、身代わりをつけて、こっちが呪文使うと4発、その身代わってるものにダメージ当たるので、それが全部返ってくるみたいなね。それで聖典の切りつけられたらダメージ1000超えるっていうね、もろ食らって、ちょっと大変な思いしましたけど。と、おむつっこり。で、モコフル。モコフルはね、消滅の火山にいますね。で、若葉乗せれる。ピラニアンとデビルロード。で、暗黒退治の番人が若葉の精霊、さっきのね、これを使った後のスピンサタンとかマンドレイクとかね、だいたいこれがいれば暗黒退治の番人はできるような気がするんですけど。で、暗黒退治の番人と先ほどのデビルプラントで、こう密林の森人ができると。なのでね、これもね、賢さがそこそこ高いので、でも2枠使うのでね、1枠にしたらもっと低くなっちゃうので、あんま使えるかどうかわかりませんけど。特性で亡者の執念があったりするのでね、闇の波動もちょっといいかなとは思うんですけどね。これを覚えた後に他のモンスターに神聖配合でくっつけた方がいいかなと思います。で、ナスビナーラ、メランザーナ、オベルジーヌとね。これは、ヒットポイントが高いだけでそんなにね、使えるような要素はないですけど、一応作り方的にドラキーとホンリュでナスビナーラ。スライムブレスとゴルゴンゾーラでメランザーナで、ボーンフィッシュとアモデウスでオベルジーヌができます。で、軍隊がね、これは静寂の草原の池の中にいます。で、地獄のハサミも陥落の霊道の毒の真ん中にいます。で、キラークラブが、これは確かいなかったんじゃないか。鬼面同士とデビルパピオンでできますね。で、ガニラス、クラーゴンと強マッドファルコン。ちょっとね、強い配合ですよね。これもランク A なのでね、使いようによっては結構強いんじゃないかな。守備力が1450ありますね。ヒットポイントと守備力が高いので、アイアンゲーザーとかね、今4枠にしてアイアンゲーザーとかにしたら結構強いんじゃないでしょうかね。あとヒットポイント高いのでね、身代わり要員でもいいかもしれませんね。ポイント還元なんかついてますね。で、デスファレーナ、嘆きムーンとエビラングラー、デビルパピオン、クロコダイモス2体、ヒラーモス、カラオフォンデュとスターキメラ、ブラックモス、キラーモスと
暗黒退治の番人でブラックモスができます。ブラックモスはもう結構守備力、素早さ、賢さともに1000超えてるのでね、まあ、使いようによっては使えるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、グリーンシーザー、これも一番最初の静寂の草原にいます。これはね、作るまでもないかなって感じしますけど、ブラックマンティスはね、これ特殊でグリーンシーザーと黒カビ小僧でできます。この配合でしかできません。なので結構ね、最後まで残ってましたね。これそんなに強いってわけではないんですけどね、素早さがちょっと高いかな。なので星降りのサンバとかね、使ったらいいかもしれません。超行動速いもね、超ギガボディになったらついてるのでね、そこまで上げて後の星降りのサンバ要因で結構いいかもしれませんね、マンティス。でイエローシックル、これとかも素早さ高いですね。シーザーレインボー1430とかありますね。まあ素早さがここまでが超行動速い、ついてますね、全部ついてますね。なので星降りのサンバ要因かな。でイエローシックルがジメジメバブルと水玉ドラゴンでできます。でシーザーレインボーがビッグスロースとデビルロード、なんで、ね、一番難しいのこれかもしれませんね。まあ、配合のね、グリーンシーザーと黒カビ小僧は簡単に捕まるので、まあそんな難しくないかなと思うんですけど、見つけるの大変ですよね。で、甲冑割り、京都ドマンとメタルスライム、電磁カブトがヘルカッチャとデザートタンク。で、トゲコンボとマッドファルコンでアイスボンバー。確かアイスボンバーからも何か派生すると思うので、作っといて損はないと思います。守備力とね、賢さが高いのでね、まあそこまで最強ではないですけど、まあ使えるかなーって感じはしますけどね。マジックポイント少ないですね。で、アラグネ。守備力がね、ここと、ああ、そんな使えないな、これが。はい。これがね、発生するって言ったのが、アイスボンバーと、汚れの渦でできますね。汚れの渦は、大音量マーモン4体でできます。で、アラグネと覚醒プスゴン。これがね、ドラゴンのとこで紹介したんですけど、それで、妖魔将、ゲジュラができます。そしてプチアーノ、これもね結構いますね、そのあたりにキラグスト竹槍兵でできます。で大王キッズがどこでしたっけ、黒金の監獄島の3階か4階にある池の中に確かいましたね。イエティと一角ウサギ、これはねそんなステータス高くないです。エビラングラ竹槍兵2体、シーデーモンストーンマンとディープバイターで、シビレアンコウがはぐれメタル2体。ステータスはね、まあ、そんなに、まあ、1000超えてるかなーって感じですけど、そこまで高くはないです。で、オクトリーチが、メイジドラキーとインキューバスで、マザーオクトが、アイスゴーレムとキングリザード。高くないですね。で、グラコスエビル。これがね、消熱の火山の池があるんですけど、池の中に水中ライドで入るといいますね。まあ、これがいる場所にテンタクルスもいるので、まあ、図鑑埋めたりね、なんだりする際には、まあ、捕まえたらいいかなと思います。賢さがやっぱ高いんですね。グラコス5000までいますけど。高いけど、まあ、1200なんで1500とかもいますので、まあ、あんま使ってる人見たことないですね。で、アークデーモンとエンマの使いでできます。で、グラコスはグラコスエビルと大音量マーモンね。汚れの渦の一歩手前の、まあ、4体配合で汚れの渦できますって言った大音量マーモンが必要ですね。で、グラコス5000はこのグラコス4体。なので、1体作っちゃえば、メダルで、メダルじゃない、コインか。ゴールドコインかなんかで交換できますので、ゴールドコインになっちゃうかな、ここまで来たら。まあ、シルバーコインかゴールドコインかどっちかで交換できると思いますので、ね、4体、まあ、1体いるので3体捕まえて、4体配合でグラコス合成ができます。これもね、後でね、派生していくので、取っといて損はないと思います。で、ダイオウイカ、ダイオウキッズ4体なんですけど、これもね、そのダイオウキッズがいたさっきのね、紹介した場所にいます。まあ、レベル50なのでね、捕まえるのちょっと難しいかなと思いますけど、捕まえた時はね、こういう2枠なんですけど、3枠で捕まえることができたと思います。で、テンタクルスがこれですね。その先ほどのグラコスエビルがいる場所にいますね。まあ、ステータス的に攻撃力が高いのかな。クラゴンまでがね、こんな感じなのでね。で、クラゴンがミミックとメトロゴーストなんかでできます。これ持ってると、確かね、今日クラーゴン作るときに、まあ、このクラーゴンが必要なので、取っといて損はないと思います。あと、このクラーゴンとグレートオーラスでポセイドンができるのでね。まあ、それのために取っといてもいいと思います。突撃王、流星士とダックスビル。バルクーダ、メタルパールとマーショーグモ、ピラニアン、ダーティラビスとシビランコ。ステータス的には素早さ、速いです。だけど、そこまで速くないです。まあね、1250あるのでね、期待用によっては強いかなって感じはしますね。
で、トドマン。これもね、ブレイクモンスターになるのでね、まあ、トドマンから派生していくのでね、モモンジャと自然系。で、ブラウニーとゴルゴンゾーラでシーライオン。で、グレートオーラスと、グレートオーラスがレジェンドホーンとデザートタンク。ここまでが強グレートオーラスまで派生しますんでね。守備力ですね。で、フィッシュライダー。ここも守備力か。インキュバス2体。で、ワニバーンと水玉ドラゴンで、ウオノリテビルができますと。で、主様がメタルブラザーズとアモデウス。これはね、大空ライドで空にも浮いてますし、あとね、まあ、全クリ前のコアの中にもいますね。守備力とね、賢さが高いですね。だから、アイアンゲーザーとかね、まあ、4枠にしてアイアンゲーザーとかね、まあ、使えるかな。AI2、3回行動なのでね、これを3、4にして、アイアンゲーザーをつけてとかね、そういろいろやってね、イテツカ波動もついてるので、イテツカ波動ついてるから、まあ、わざと1枠にしてみてって手もありますけどね、1枠にするとなんか使えないような気がしますけど。で、ダイオウクジラ。だんだんね、こっちの方がだんだんステータス上がっていきますけどね、守備力がだんだん下がっていくっていうね。ダイオウクジラが、主様と暗黒退治の番人でできます。で、ここがオーシャンボーン。ダイオウクジラと深海の守護者でできます。このオーシャンボーンも、まあね、あるモンスターを作るのに必要なので、取っといて損はないと思います。そして、フォレストドラゴとエビルハングラーでイルカ提灯。これもね、静寂の草原のね、先ほど言った、何でしたっけ、軍隊ガニがいる場所の池の近くにいます。まあ、池があるのでね、静寂の草原に。そこにね、水中ライドで入ったらいます、これは。あと、ニードルフィン。これはね、作るしかないですね。ベホーマスライムとデビルパピオンなどでできます。で、ポグフィッシュ。キラーパンサーとフィッシュライダー。ビッグマリオン、アサシンブラッドとディープバイター。そしてポセイドン、グレートオーラスとクラゴン。先ほどに紹介したポセイドンがこれでできますね。ポセイドン的にはね、これ一応自然系で一番最後にあるんですけど、守備力が高いですね。これ1500あったらね、まあ、ポセイドンをね、使って、のメンバーとかの、やってる人とかね、結構いたと思うんですけどね。ちょっとまあ、ステータスが中途半端なので、まあ一発逆転としてあの右にある時々リバースとかね。まあそこら辺なのかなーって。踊り手が使えるんですけどね。これは神の踊り手か。踊り使いますかね、これ。なんか微妙なんですよね。なんかその守備力特性と、なんか合ってないような感じしますけど、まあポセイドもね、これ派生のための、まあ中間地点に過ぎないモンスターかなって自分の中では思います。なのでね、全部紹介するとこんな感じになりました。まあ、ポセイドンとかね、この、オーシャンボーン、ポセイドン、クラゴン、で、主様、と、このグラコス5世ね。まあ、アラグネとかもそうなんですけど、まあ、今言ったね、まあ、4体5体は、ぜひとも作った方がいいと思います。これでね、またさらに派生するので、後のね、その紹介動画や、前のね、この魔獣系まで紹介したので、そこまでの紹介動画でも、結構ね、派生の条件とか出してますので、まあ一個一個紹介していきますので、あと半分ですね。悪魔、ゾンビ、物質ブレイク、ハテナまで全部やろうと思いますので、まあやった後におさらいとして、まあこれを作るのにこれ必要でしたね、みたいな感じで、このハテナ系の紹介の時にやっていこうと思います。もうね、合計モンスター548種類で全部捕まえちゃったので、もうどれとどれで何できるかも全部してますので、まあそれはね、後々の動画で紹介していったり、コメントなりでも、まあ返信できると思いますので、まあ今後ともやっていきたいと思います。ということで今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。